マが競馬で負けてる人やったら大丈夫っていう話だったから、もう負けてすぐ出てきてる人を狙いに行ってるわけ。この番組はクズなルシファーとクズディレクター相模がタッグを組んで、視聴者の皆様のためにこの世の闇を暴きながら、あ、俺の人生全然マシだなと癒されてもらうという後ろ向きな番組です。キャー、お前見てください、こんなかなったら一番男前じゃないですか。謝れ。ありがとうございます。久しぶりの相模さんと8ヶ月ぶりぐらいですか。こんなに会ってないことはないよ。光のルシファーで会うのは久々ですね。ちょっと元気になったんです。ルシファー、今までやんでたの。やんでました。なんで。チャオルシファーです。ルシルシする、すいません、ルシルシってなんやねん、聞いてもらわな困るんですよ。本日の企画は、喋らせてよ。僕らパチンコ動画めっちゃ回ったじゃないですか。賛否両論ほんまなったじゃないですか。なってたね。ここにおるとある人妻、パチンコでお金をもらってそういうことをやっとうっていう噂があるとね。 5.5 は今小銭ちょうどあるんで 5.5 でお願いしたいっす。もうすごい、こんな紙動画見たことないっていう人もいれば、うん、なんかブチ切れてるっていう。大抵竹の塚の人はみんなマジ切れしてた。一個言っていいですか、うん、そんな切れてる暇があったらニコ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 しましょうよ。まあとりあえず俺らの動画見てもろて、再生して再生再生してください。それで今日やる企画は競馬です。皆さんの心の声を代弁します。どういうことですか。パチンコでそういう噂があって、そういうことができましたということは、こちらの競馬場貧困層が集まってると有名です。しかもただの競馬場じゃなくて、ウィンズ場外馬券場って言われるものだから、説明お願いします。競馬場って東京だったら府中とかが有名だよ。そういうところって今はカップルがちゃんと来たりとか、普通の肩着のサラリーマンの方が週末に遊びに来たりとか、そういうものになってるんだけど、場外馬券場はまだまだ底辺向けです。生ポだったり歯がない人がおったり、おルシファーみたいなやつがいっぱいおるよ。納得するんや。そこで僕は思ったのは、嫌なことはやりたくありません。そんな人たちとお遊びはしたくありません。ということは、ということですか。僕8ヶ月会ってない間に気づきました。1ヶ月会ってないわけじゃない。こんな気持ち悪い髪の色になりやがって。なんで前竹の塚1000円のクソバおばあちゃんみたいな人に失礼な言い方しました。年を召されて両親に恵まれなかったおばあ様、しかも1000円じゃなくて3000円なにお金を支払ったじゃないですか。なんで僕たちは容姿が恵まれてない人たちにお金を払わないといけないんですか。ただでさえ容姿が恵まれてない側に生まれてるのに。さっきと言ってることが180度違うよね。なので今回、さっきも言いました通り、まあまあ顔はイケメンですよ。だったらタダで持ち帰りできるんじゃないかなという話ですよ。それを競馬場で試すってこと。実際1000円ぐらいは払いますけどね。あ、払うやん。まあ僕の説としては1000円で何人とお遊びができるのかっていうのもちょっとここで兼ねてます。しかもさ、負け込む人ならワンチャンあるよね。そう、大前提忘れてました。負け込んでるからもうそういうことをしたくなる、そういうロジックや。相模さんの方が説明うまいんで、僕は喋らない方がやっぱいいですね。じゃあ演者やめる。いやー、それは違う。じゃあ何喋ったらいいか分からん。とりあえず行こうぜ。あ、じゃあもうカメラ止めずに行ってみましょうよ。こういうなんか新しいスタイルもあるじゃん。なるほど。何してん。どうぞ見てください、この綺麗な消毒。なんで消毒でデビューしてるの君は。今流行ってますから。あちらにも馬さんの絵があってね。だから新聞を売っとうだよ。ウィンズどういう意味ですか。勝利です。一応あの外大行ってたの。外大アピールそこでするの。どうですか。僕女性いないってあんま思ってたんですけど、うん、結構おるっすよ、ね、しかもおばあさんばっかじゃないな。全然若い子もおるよね。雰囲気で撮ろうよ。声かけに行きますか。頑張ってな。あ、違うわ、まず見ないと。で負けた人に行かないと。時間待ちましょうか。ルシルシする。見たくない。できた。はい、これでいきます。まあ一番人気の一番ですね、うん、に単勝っす。よくわからんけど、いくらかけるのお前。30万円かけてるって。まあ相模さん、お前しかもこれさ、東京競馬場や。今日阪神と中山だけやで、そもそもレースがやってないで。どういうこと。なんか言われた通りに塗ったっすけど、おかしいやろか。やったことない。じゃあ早速入れていきます。相模さんとやってやろう。あ、お金入れるのかさ。買い方わかる。わからないです。まず現金を入れて。だけ現金ですね。1000円しかない。入れてよ早く。硬貨の入り口、それ紙幣の出口、下韓国語になってないけど。え、違う投票用紙入れるんよ。ちょっと見て、なんか韓国語になってる。ここに入れるんよ。ここに違うそれ生産。お前入れてないやん投票用紙。ちょっと待って、何してるの。ほらほらほら、日本語できん。日本語できたぐらいで喜ばんだよ。これは右上、選択口って書いてる。投票が入れるか、生産を教えてください。わ、書いた。すげえ。おー、
初めてのお使いってこんな感じよね。何番人気でしたか。とりあえず1、あ、はい、僕が一番好きな数字の6に入れました。きついです。頑張るって言ったやん自分が。だってロジックは完璧なんやろ。初心 無理なんです。だって競馬で負けてるからお金ない、お金ないから僕もいける。自分で言ってたやん、ロジックは完璧や。大前提忘れてました。声かけるのが苦手です。終わってるやん、破綻してるってそれ。あーわーわーわーってなる。チャンネル登録本気でお願いします。クラウチングスタート、バオ番犬ルシファー、お疲れ様ね。どうやったん、いろいろでも頑張ってたよな。頑張ったって言うんでしょうかね。看護師の動画からちょっと変わってきてない？気づかされたんです、まあ、何に変わったんです。ルシファーは見た通り本当だ、変わってるわ。神奈良じゃないんですよ。何が違うと、体重はそのままじゃない？オーラです。それ編集でつけるの後で。はい、ということで一人目喋っていいですか。ルッチ、そもそも結局何人に声かけたの？3人です。はい、それは多分みんな 4,50 とか声かけるんじゃない。 4,50? こんな感じかのレポートを聞きたいから。誰が来たかっていう感じのところです。誰も来てない。お前行ったのはお前やろ。一人目やね。ビッグマムです。ビッグマム、それに行った。声かけた、うんうん、皆さん分かんないんじゃない、どんなやつに声かけたらいい。僕が今回声かけようと思ったのは、一人でまずいることで、女性であることでしょうよ。ごめんなさいごめんなさい、お前そのビッグマムが女性なんだ。聞いてくれる視聴者の方もいらっしゃいます。やめましょうよそんな悪口言うの。一応女性やで。誰も言ってない。なのでその女性の方、とりあえずお前がルッキズムに傾倒してることは分かった。顔じゃないんでね、女性を選ぶとき。パイやろ。あ、違います、中身です。誰やねんお前。最後のポイントですね、50以上ではないこと。見た目が、いやいや、もちろん年齢聞きました。聞くんだ、なんで聞いちゃうんだろう。でまず今回どういう風に入ったかっていうと、競馬されてた方ですかって、うん、普通にシンプルに入ってた。今回やって一応テーマが競馬で負けてる人やったら大丈夫っていう話だったから、競馬場の今回外、もう負けてすぐ出てきてる人を狙いに行ってるわけやから。そうそう、そういうことです。そこは確認がいるよね。でそこでこの競馬負けた方ですかってビッグマムの人に聞いたんです。違いました。違ったの。残念ながら彼女は野球見に来てきた方。ドームだもんね近くは。今回失敗したのが野球のパターンだったんよね。次からこのパターンもあるから、野球の人っていうのは違うなっていうので切って声かけなあかん。まあ、でもどうやってそんな判断するねんって話じゃないですか。よくよく考えたらユニフォーム着てたんです。どんな人に声かけたっけ。それを俺に聞かないでよ。自分が声かけたんでしょ、選んで。思い出した。じゃあタトゥーゴリゴリの人、女性で、はいはいはい、サングラスかけて、で僕言ったんですよ、そういうことできますか。結構頑張ったね今回。どうやった。いけた。語弊があるな、うん、外国人でした。僕も喋りかけた時、はい、えってなっちゃって、うん、向こうもえってなって、交渉をとりあえずしてみたのよ。英語でね。英語でね。で結論で言うと全く関係ないです、ギャンブルとか。あ、うん、けど全然いいよって言ってくれました。いいんだ、お金なしでいいって言ってくれました。マジで。なんでか刺さったのかな。でも僕は嫌ですよ。お前が断るんかい。めっちゃブサイクやったから。いらないよ。顔を言ってなかったら誰に似てるかやん。はい、漫画寄生獣に出てくる寄生された女の人。化け物ついてるやん。でもいいポイントあったよ。2人目、何、お前の右アメリカ人やったから。どういうこと、なんでアメリカ人だったらいいの。ごめんなさい、はっきり言って関係ない話になってしまったので3人目の話をさせてください。何の話をしてるんですか。あなたは、あんたがしたやん。3人目誰がしたのか。自分から言ったんやね。ハクです。ハク、千と千尋。いや、ナルトや。そっちのハク。もうそうやって勝手に決めつけといて。お前が何のハクか言わんけんやろ。ずっとそのせいにするんですか。うわ、君はこの立場。パワハラ上司。でもずっと言われましたよ、サラリーマン時代。わーっつ、こんなん脱線しすぎです、ルシファーさんって視聴者の人に言われてるんですか。はい、これもすでに脱線してるんです。ハクみたいな人が来て、うちのハクやったんや。ケケナルトのハクやろ。あの1000本投げてくるやつやろ。そうそう、な話はどうでもよくて、どう声かけに行ったかじゃないですか、うん、めっちゃ便利やったのが喫煙所の前に来て、これ可能性高いんちゃう。なるほど。だからちょっと遠目から、俺さん競馬やってますみたいな言ったら、うん、あーみたいな、はい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 、これハクってさ、反応しないけど可愛くない。男やけどな。あ、そうや、そうや、ハク男やん。まあ男見て可愛い、やばいやばい、男見て可愛いみたいな人になっちゃうやん。可愛いんですよ。ですよ。知らない。いいやん、手紙バク君見て可愛いと思ってるタイプなんやから。いいやん。お前の好みの話はどうでもいいけ。そんなに性別って大事なの。俺も大事だと思って。僕が相模さんに告白したら引くん。二度とこのチャンネルに出らん。そんなの視聴者の人は見たくないですから。何の話をしてた忘れた。早くレポートして。どうやったの、競馬してるのって聞いたんでしょ。で、まあ、その人、その子がお姉さんこういうのやってないんですかみたいな聞いたんや。それこそ支援しましょうか。そしたら女性もすっごい興味持ち始めて、5万ぐらい負けててってなしじゃないなみたいな顔されてて。てかまあレースの半分で5万負けてる女子や
べえけど。酒の塚で僕1000円とか3000円っていう相場やったやん、はい、それで打診しちゃって どれぐらいみたいな話になったから1000円、はいはいはい、3000円って言ったら舐めてんのみたいな。そらなるわな、5万負けてるし。でということで結果何もないし、あ結果です、無事にしなしっていうレポや。ちょっとやばい、なんか取れたかないけど大丈夫です。だからじゃあ学んだことはあった今日の。最後女の子 LINE 交換しました。最後の子、はい、金額ちょっと上げて出直してこいみたいな感じかな。いや違う違う違う、あの僕めっちゃたまたまね、うん、めっちゃ金持ちの人が可愛がってくれてるじゃないですか。まあ皆さんだから分かると思います、はいはいはい、ちゃんと鍋屋さんですの人の話をめっちゃしたんです。相変わらず人のふんどしで戦う、うん、俺の後ろには何億も稼いでる人がいて、しかもその人仕事してないからねみたいな。もうほんまに僕ね、人の話を自分のことのように喋るのめっちゃ得意ですから。あそれは俺もそう思ってる、天才と思う。食べられてないねん。でも最後の方をちゃんこ鍋屋さんの存在消してたもん。もう俺がちゃんこ鍋をやぐらいでわー喋ってたらすごいね、人の人生までついてパクるか。 LINE 交換しました、おめでとう。ということで今回の結論ですね、どんな場所であろうと、どんなとこでもあろうと、種めっちゃありますっていう声のかけ方をすると確率は高くなるかもしれないですね。なるほど、そんな話でいいのこれ。あとはもう一個欲しいのが、競馬場ナンパ、競馬場でのお遊びは可能ですか。快感ね、いけるぞ、いけるのか。金額次第だけど、最後の一人、まあまあ今回一人でしたけど、うん、競馬で遊んでる女の人行ってナビいっちゃったわけよ。はいはいはい、はい、僕が1000円とか3000円とかふざけたことを言っちゃったから、あれが違う金額やったらどうなってたんかなっていうのは今後にも期待ができる結果ってことでね。これはだから検証シリーズとしてやっていった方がいいかもしれない。みんなの夢を叶えようっていう。みんな多分そんな夢持ってないけど、競馬で勝ちたいんやけど、みんな多分競馬で勝てんくても女性がそういうことしてくれたらええやないか。